フグ料理。フグ料理は、フグを主とした料理群である。山口県、大阪府など西日本を中心にフグ料理は作り上げられ、太平洋戦争後に全国へ広まった。フグの本場とされる、山口県、北九州地方などでは濁らずに、福料理、大阪などでは、鉄砲料理あるいは、鉄料理などとも呼ばれる。フグはその内臓などに、毒、 高級魚とされるトラフグなどが体内に持つテトロドトキシンが広く知られている。また、ハコフグが持つパフトキシンもあるを持つため扱いが難しい。日本国内の場合、多くの自治体では初期処理には専門の資格者が当たることが義務付けられている。養殖方法次第では無毒のフグを育てられるとの主張もあるが、厚生労働省からは認められていない。 なお、株式会社関門会が運営する、トラフグ料理専門店、原厳なフグの養殖不具合差による工夫により、無毒化されている。口事するように、一部の外国でも食べることができる。山口県や九州などでは、フグ料理のことを濁ることなく、フグ料理と呼ぶ場合がある。観光業界関係者など、一般的には、フグと呼ぶ。これは、以下の説があるが、その由来は、 はっきりしていない。関西では、当たれば死ぬことより、鉄砲イコール鉄砲、もしくは、これを短くして、鉄と呼ばれる。鉄砲や鉄は、もともとは、陰語として使われていたようで、これは、江戸時代より、長州藩などで武士の不具食がしばしば禁じられていたためであった。他に陰語として、長崎県島原地方では、ガンバと呼ばれている。ガンバとは、 島原では、漢桶の方言であり、微妙なフグを食す際は傍らに漢桶を用意せよとの言われからである。また、明治時代の文明開化期には、当時は精度が低かった天気予報に引っ掛けた写楽で、速攻書とも呼ばれた、あまり当たらないが、たまに当たるの意味。フグの旬は、秋の彼岸から春の彼岸までと言われ、冬が最も旬となる。これは、 代表的な料理の一つである、フグ鍋が体の温まる料理であることともに、成長したフグが産卵のために本沿岸に近づく時期でもあるからである。また、チリ鍋に必要な柑橘類の旬であることも一因とされる。しかし、近年は冷凍技術や養殖技術が発展し、年間を通じてフグ料理を味わうことが可能である。また、 江戸時代には夏野菜を使った福汁が作られていたことや、トランフグの産卵期は春から初夏であることなどから必ずしもフグの旬は冬とは言えないという考えもあり、実際に夏服を売りにしている地域も存在する。一方で、昔ながらの料理店では冬のみ、フグ料理を扱うことにこだわりを持つところも少なくない。一般の魚は締めた後で、 いわゆる、三枚おろしで魚を解体する。しかし、フグは毒を持つため、三枚おろし以前に、その危険部位をあらかじめ取り除く作業が必要となる。この作業のことを、磨きと呼ぶ。また、フグはトゲを持つ皮で覆われているが、皮からトゲを除去する作業のことを、皮むきと呼ぶ。磨き処理の後、身を三枚におろすが、この作業のことを、磨きと呼ぶことがある。 フグの皮や毒を持つ部分、紐などの内臓が臭を除去する作業のことである。この作業は、工実するフグ調理師の資格者が行う。調理師により、作業内容や手順は異なるが、基本的には、以下の流れで行われる。フグの皮は、食用として陳調され、また古くは、民芸品や工芸品の部材としても使用されていた。この皮向きの作業は、 非常に高い専門性を有し、限られた職人や加工場での作業が必要であった。しかし1990年代に入ると、この皮むき作業も実効性のある自動機械が登場し、作業効率の向上が図られるようになった。フふぐ刺しは、フグの実の刺し身のこと。関西では、フグのことを鉄砲と呼ぶことから、鉄砲刺しを略して、鉄さと呼ばれる。 フグ肉の特徴、口実として繊維質であることが挙げられる。それゆえ、普通の刺身では弾力がありすぎて噛み切ることが難しいため、切り身が透けて見えるほどの薄作りで身を細く包丁を引いて刺身にする。一部には、フグの肉は希少品なので、少しでも長く味わえるための工夫した結果、薄切りが一般化したという俗説があるが、これは誤りである。 この際、包丁には、フグ引き包丁と呼ばれる特殊なものを使用する。フグ刺しに使われるフグ肉は、フグを閉めてから布をかぶせて、丸1日から2日程度寝かせる。これにより肉が熟成される。フグ刺しの盛り方として、大きい円形の皿に刺身を平たく円盤状に、まんべんなく盛り付ける、ベタ盛りが一般的。盛り方に工夫を凝らし、見た目にも楽しめるようにした。 鶴森、菊森、穴森、ボタン森などという盛り方もある。切り身は箸ですくってポン酢をつけて食べる方法が一般的である。また、薬味としてもみじおろしや木なども好みで使用する。湯引きした後に氷水で冷やし、細切りにしたフグの皮が添えられていることもある。フグ鍋は魚の切り身鍋を刺す、チリをつけてフグチリとも呼ばれる。 関西では特に、てっちりとも呼ばれる。ふぐ鍋は、昆布などで取っただし汁に、ふぐの切り身や骨を野菜などと一緒に、土鍋に入れて煮込む。漬けだれとして、ふぐ刺しと同様にポン酢を用いることが、一般的。江戸前、江戸料理の、ふぐ鍋では、割り下に、大量の醤油と砂糖を用いた、非常に甘辛い味付けも好まれた。鍋を食べた後に、 鍋の残りを塩で味を調整して、ご飯を入れて煮立たせると、フグ増水となる。フグの唐揚げも定番の料理である。ぶつ切りにしたフグの実を小麦粉、薄力粉でまぶして、油で揚げたものである。ポン酢のタレや塩をまぶして食べる。白子は、オスのフグの清掃のことである。産卵期の1月から3月頃に採れたものが一番、美味で、最も高価な料理でもある。 白子焼き、白子揚げ、白子豆腐などの一品料理として出されることが多い。フグの皮を野菜や椎茸などと煮込み、冷蔵庫で冷やしたもの。フグ側のコラーゲンがゼラチン化してゼリー状に固まる。厳密には料理ではないが、フグの部位を日本酒に浸したものも広く知られている。フグのヒレ酒は、 フグのヒレの部分を干物に加工し、これを火で炙ったものを厚感にした日本酒に入れて味の変化を楽しむ。フグの白子酒はヒレの代わりにフグの清掃である白子を入れたもの。他にフグの骨を炙ったものを入れるフグの骨酒なども知られている。石川県白山市旧石川県石川郡三河町地区にはフグの卵巣をおぬかにつけた。 フグの小ぬか漬けという郷土料理がある。フグの肝や卵巣は、フグ毒を多量に含んでいるが、塩水に一年、ぬかの中に二年から三年漬けると分解され、ほとんど人体に影響を与えなくなるレベルにまで低下する。この経過を経て、フグの卵巣のぬか漬けは、珍味として重宝される。フグの小ぬか漬け、かす漬けは、猛毒のゴーマフグの卵巣を蒸気のように加工したもので、 製造、販売が許可されているのは石川県のみである。下関駅でかつて販売されていた駅弁。1960年に登場し、10月から翌4月までの期間限定であった。フグをかたどった丸い容器に、フグのだし汁で炊いたフグ飯の上に、フグの天ぷら、フグの煮付け、山菜などが乗る。福岡県には家庭料理として、 てっちりと呼ばれるフグ鍋があり、ここではフグの代わりにハモが使われることもある。愛媛県新浜市発祥。フグの白身や皮などを細切れにし、ポン酢ともみじおろしで味付けする。フグザクの上にカワハギの肝が乗っているのが特徴である。魚肉は白身魚と赤身魚に大きく分けられ、フグは白身魚に属する。白身魚は高タンパク。 低脂肪であるが、フグ肉は白身魚の中でもさらに脂質が少ないという特徴を持つ。また繊維質であるため肉質は弾力が強く、普通の刺身の厚さに切ると一般の人では噛み切ることに苦労する。このため、フグ刺しではフグ肉を薄く切って盛り付ける。一般の魚は締めてから死後硬直により身が引き締まる4時間から5時間程度以内が、 食べるのに適していると言われている。しかしフグはもともと肉に弾力があるため、死後硬直から、旨味成分であるアミノ酸やイノシン酸が増加し、肉が柔らかくなる24時間から36時間程度経過後が適していると言われている。2006年時点、日本で食用が認められているフグは22種類。1983年に出された、厚生省。 現在の厚生労働省局長通達、フグの衛生確保についての新しい措置基準に基づく。以下この通達で認められた22種類のフグと、その部位を列挙する。丸の項目が食用として可能と判断されたもので、ある。ただし、日本沿岸域、日本海、北海、航海及び東、シナ海で捕獲されたものに限っている。また、 古門フグ及び悲願フグの岩手県沖来湾、釜石湾、宮城県小勝湾で漁獲されたものは、毒性が強く、食用不可とされている。ここに挙げた、以外の魚種、部位及び、海域のものを販売することは、食品衛生法の第4条違反に該当する。フグを裁く場合、フグの持つ毒を含む部分と食用が許可された部分を、分離する作業は、 各都道府県の許可した副調理師、または処理師、包丁師などとも呼ばれるが行うことが決められている。この免許は各都道府県のフグ条例により定められているため、ある県で取得した免許を持っている場合でも、他県では無効となる場合が多い。また、副調理師により、食用として処理された部位のみを再調理する場合に、関しては特に資格は必要としない。 ただし地域によっては飲食店等でフグ料理を提供するスーパー等で磨き寄付等を販売するといった目的であらかじめ処理済みの部位のみを取り扱う場合でも別途保健所への届けで講習会の受講等が義務付けられる。日本各地に残る縄文時代の貝塚から多数のフグの骨が発掘されている。このことよりフグ食が古くから行われていたことがわかる。 また、中国では、旗時代の書物、三海洋に、フグを食べると命を落とすという旨の記述がある。平安時代の本草書、本草和名には、布久しという名称で、フグが登場する。文読、慶長の役により、九州に集結した武士の間で、フグ中毒で死亡する者が相次いだ。このため、フグ食禁止の例が発布された。江戸時代も武士に対して、 フ食を禁じる藩が多かった。特に、長州藩は厳しく、フ食が発覚した場合、過労窪臭などの厳しい処分が下された。また吉田松陰は、フ食を批判する文章を残している。しかし、江戸時代は、魚の食文化が発達した時代でもあり、17世紀の料理物語の中に、福藤汁、フグ汁の料理方法が記載されている。また、 松尾芭蕉や小林一茶は、フグ料理を季語にした俳句も残している。このように、フグ料理は着実に根付いていったと考えられている。そして、明治維新後も、フグによる中毒は耐えなかった。1872年、明治5年8月14日の東京日日新聞には、フグ食を禁じるべきとの当初が掲載されている。百八十二年、明治十五年には、 政府もフグ中毒の増加を受けて、フグ食う者は高地化量に処するとした項目を含む異形積み即決令を発布。1888年に伊藤博文が下関の春パン楼を訪問した際にフグを食べ、その味に感嘆した伊藤は山口県知事に働きかけて、山口県下ではフグ食が解禁された。1887年。 高橋淳太郎教授と助教授のイノシシ、小吉人と共に、フグ毒の研究を始め、1889年に、フグ毒が生魚の体内にあること、水に溶けやすいことなどから、それがタンパク質、酵素様のものでないこと証明し、毒力表を作成した。東京では1892年に内臓を取り除くことを条件に、フグの販売が解禁された。他の地域は、 フグの販売が禁止されていたが、ほとんど有名無実であった。太平洋戦争後の1947年に食品衛生法が制定されると、各都道府県で、フグの販売に関する条例が制定されるようになった。フグの食用、調理にあたっての条例は1948年、昭和23年に大阪府が制定した、フグ販売営業取締条例。 昭和23年大阪府条例第55号が最初である。東京都では1949年に日本初のフグ調理師試験が行われている。1983年の厚生省局長通達、フグの衛生確保についての新しい措置基準により、22種類の販売可能なフグとその部位が示され、それ以外の調理と販売は禁止された。フグを食べる習慣はかつて、 日本と韓国以外になかった。下関市の中卸業者が発足させた下関フグ輸出組合が1989年日本で有毒部位を除いた磨きフグをアメリカ合衆国の日本食レストランを送ったのが初の輸出とされる。法日外国人の増加などでフグ料理は海外でも徐々に知られるようになっており、ロシア連邦や中国、香港、台湾、 東南アジア諸国、シンガポール、マレーシアで輸入、流通が解禁されたり、フグ料理を出す飲食店が営業したりしている。2016年に設立された国際フグ協会には、海外の商社、ホテルも参加している。蒸気を除き、フグ輸入を認めない国は多い理由として、日本で国としての統一的な安全法制がなく、都道府県間で、 規制の格差があることを指摘する意見もある。また、フグ料理は世界でゲテモノ料理扱いされている料理の一つであり、フグの刺身を食べて死ぬのはポピュラーな日本ジョークである。わざわざ毒のある食べ物を取ることが理由とされている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。